인류 최악의 재앙 그림자 미궁. 그 미궁의 보스 파멸룡을 처치하러 온 마법사들이 있었는데. 마호 파탄 분석 완료. 모든 드래곤즈 스펠을 封印しました. 훌륭하게 파멸룡을 처치한 마법사들이었죠. 수많은 친구들과 사랑하는 연인, 그 희생들을 발판 삼아 파멸룡을 처치했지만. 방대한 마늘을 체내에 쌓아두고 있었던 파멸룡, 그 마나 폭탄이 터지면서 세계는 멸망하게 됩니다. 하지만 죽은 줄 알았더니 새롭게 눈을 뜬 남주였는데. 그리고 그곳에는 마법학원 입학식이 진행되고 있었죠. 皆さんをサポートする上級生から説明があるわ。まさかヘブリオン学園の入学式。嘘だ。ボロミア・ナポールとの戦いが始まったのは3616年、その後10年間。俺たちはあの迷宮で戦い、 全てが 滅んだ。 それじゃ あの戦いは、あの地獄は 一体何だったんだ。 그야말로 멘탈 나간 남주였지만. 集合場所にいないから、どこに行ったかと思えば。あ、すみません。私はラドリアドリチェ。 그녀의 정체는 학원 1위에 빛나는 실력자, 남주의 멘토를 맡게 되었지만. 아れ? 平民なの? 平民だと合格してもベータクラスだから。 この学院に存在する差別。 귀족은 알파 클래스, 평민은 베타 클래스. 이くら 才能이 있어도 平民だというだけでまともな 교육을 受けられない. それが多くの魔法使いの才能を潰してしまったんだ。 그렇게 시험을 보러 가던 중, 웬 시비를 걸어오는 귀족남. 嫌いなんですね。 嫌いなんてもんじゃないよ。 도아이 嫌い。 난다요, 平民じゃん。 さすが ラドリアだな。 どういう意味よ。 시험을 楽しみにするんだ。 楽しみって何のことよ。 ちゃんと言いなさいよ。 いい、あんた絶対に合格すんのよ。 わかったわね。 全書します。 그리고 시험회장으로 이동하는데, 그곳에 익숙한 얼굴이 있었으니. 로망티카. なぜこうなったかわからない。 だけど 二度とあの悲劇を起こさせはしない。 この世界をやり直してみせる。 なんで私の名前知ってんの? ほら、あれを見たんだ。 試験、あんたと一緒なんだ。ま、せいぜい頑張りなさい。 그리고 그 디조에 함께 포함된 사람은 바로 이 싸가지 귀족의 멘티, 개싼모 치킨마검사 아제스트였죠. 아제스트, 君のことはよく知っている。 氷属性の魔剣士で 逆算できない 비전魔法すら操る 高ランクの魔法使いでありながら、 剣の腕は騎士を上回る。 一番頼りになる仲間だ。また会えたな、アゼスト。 그렇게 게이트에 입장하면서 시험이 시작됩니다. 皆さんにはここから見えるあのゴールを目指してもらいます。合格できるのは上位3名まで。魔法による攻撃、妨害、その他あらゆる手段が認められます。また死亡相当のダメージを受けた場合はその場で失格となります。ベジールアルマン、 魔法ランクは最下級。身体能力は平均以下。この先鍛錬を続けても先は見えている。先ほどから私を見ていたようだが、警戒は不要だ。私に弱者を攻撃する趣味はない。そうか。ありがとう。記憶は持っていないか。 그렇게 시험이 시작되자 쏜살같이 뛰쳐나가는 아제스트, 그리고 사이좋게 최하위를 달리고 있는 둘이었죠. このままだと俺たち 2人とも失格だぞ。 あんたと一緒にしないで。 慣れ慣れしいのよ。 ファイアーロード。 ウィンドストライク。 残る参加者は5人です。 一応お礼を言っておくわ。 かばってくれてありがとう。 それよりいいのか。 だいぶ離されたぞ。 그러자 새로운 마법을 발동하는 로맨티커, 역풍을 만들어 싹쓸이 할 생각이었지만. 나니? 風を切るだと?
残る参加者は3人です。ま、これで私たちは合格決定ね。なんて言うと思った？分かったなら、ほらさっさとリタイアしなさい。断る。あんたバカ、私の魔法見たでしょ。せっかくチャンスをあげたのに。ウィンドストライク。バイバイ。その数を同時に展開できるのか、すごいじゃん。けど速度を優先したせいで制御が甘いな。あんたが私にかなうはずない。魔法の逆算。そろそろ終わらせようか。この数を逆算できるものならしてみなさいよ。まだ足りない、ロマンティカ。아주 그냥 박살을 내주는 남주. 그리고 마찰력을 없앤 뒤 자신에게 파이어볼을 날리는 정신나간 짓을 합니다. 와우, 아이츠 붓던데르와. 어떤 手で 로만티카 L に 勝ったかは分からないが、 全力で 相手をしよう。すべて奪われる前に軌道修正。致命傷を避けたか。逆算する時間は与えん。俺を倒すことにこだわりすぎだ。결국1위로시험을통과하는남주였죠. 모두에게 대주었던 아제스트가 듣보자 평민에게 패배한 상황. 이 정도면 평민이어도 알파 클래스 보내주겠지? 능계의 뿔 개주장 마냥 베타 클래스에 온 남주. 거기다 무슨 이유여선지 귀족 로맨티카도 함께 왔죠. 보로보로의 교실, 가비臭い室内. 기츠. 귀족と平民の壁か。そんなことにこだわっていては。ここにはたくさんの原石が眠っている。一人でも多くの才能を目覚めさせるんだ。どんな手を使っても。한편베타클래스의배정받아침울해져있는로맨티카。그런그녀에게누군가찾아왔는데。俺はブルームーンに入ることになった。アルファクラスのトップが集まっている学園一のパーティーだ。優れた実力と家柄を持つ君を勧誘に来たんだよ。入ればアルファクラスに昇級できるかも。だったら答えは決まってる。ただ君を推薦してあげる代わりに俺と付き合ってくれ。이건또뭔개수작이냐。비싼선물까지주면서생각해보라하는거였고은근슬쩍등장한남주。てかなんかよ。彼と同じ提案をしようと思ってね。물론개소리말라며푸른달에들어가겠다는그녀였지만。それが君にとって大きな間違いだったんだ。仕方ないか。じゃあこれを中身を確認した後は処分することをお勧めする。これは君のためだ。그러자은밀하게읽어보는데내용을보자표정이굳는그녀였죠。대체무슨내용이길래그런거야？그이유는조금나중에얘기하기로하고학원을걷던중누군가를발견한남주。見つけた。プラムシュナイザー会期前、あの戦いに参加した戦士の中では一二を争う俊足の剣士。그런그의싸움을보러온남주였는데。いた。静かに演習が始まる。なにあの生命体、かわいすぎる。樋口、ダメだ、解体。どうすればいいの。그리고싸움을위해꺼내든검의크기가어째자신과어울리지않는대검이다。보기롭게휘두르며상대를압박하는그였지만。あの子強いじゃない。いや、ただ闇雲に振り回してるだけだ。번뜩이는움직임을보여주는그였지만결국귀족학생에게패배하고말았죠。でもどうして体験なんか選んでたんだろう。合ってないわよね。어。그러자갑자기냅다패는귀족새끼。호다닥그를구하러온남주였죠。こいつの一撃がそんなに応えたか。それとも自分より才能があるやつに嫉妬したか。黙れ。勝負はお前の勝ちだ。他に何が必要なんだ。
결국 개쫄지 않은 녀석이었죠. 그건 그렇고 그 얼굴이 좀 붉다. 혼돈이 고멘나사이. 갓데니 였다 고도다. 기니 시나이 데 이요. 나이테모 가와이인 데스케도. 로만티카, 이마와 지조시데. 보쿠와 브람 슈나이자 데 이마스. 데지르 알만다. よろしく, 슈나이자쿤. できれば 나마이 데 욘데 쿠다사이. 브람, 브람, 브람. なんで 赤く なってるんだ? 어쨌든 프랑가 인연은 마무리하고 궁금했던 편지의 내용을 얘기하게 된 둘. 고래, 다레니모 이테나이데쇼네. 물론. だけど ここの 교주たちは知っている. だから 귀족 であり, あれだけの 마법을 使える 君が 베타 클래스에 落とされた. ここから 수백 킬로 離れた 場所に ある 프리레치아 왕국. そこには 貿易 により 富を 得た 商人が いた. 平民 だった 商人は 빈보 귀족 から 金で 爵位を 引き継ぎ L という姓を得た。君が4歳の頃の話だ。ロマンティカ L。 金で貴族になっても平民の血は変えられない。ここの教授連中はそう思っている。だから君はベータクラスになった。誘いは受けない方がいい。ブルームーンは貴族だけのパーティーだ。出なければ私が平民だってみんなに言う。冗談じゃないわ。脅して集めたパーティーがうまくいくわけないでしょ。いや、そんなつもりはない。じゃあ何よ。断られたらプラムと二人で始めるしかないなと思ってさ。이고이고귀여운프라문못참는로맨티카그리고수상해죽겠지만역산천재번치기남주결국남주파티의일원이되기로합니다その笑顔マジムカつく知ってる